DS BDS。 はい、おはようございます。今日はこれカネキフィットジムやってきました。いきなりイエーイ、はい、あんまジムではね叫ばないように、ね、心がけてんで、はい、今日はねカネキさんと一緒に、あと青山選手とね、いいよ俺は、はい、いや一緒にね筋トレをしてきています。このジムでは叫び放題なので、お、遠慮、遠慮なく。いや、やっぱね、こうトレーニング中は良くないと思うんですよね、スポーツマンシップとして。そうですか。はい、じゃあ今日はね、ちょっと僕のトレーニングでいいっていうことなので、ガンガン、ちょっと断定。ちょっとやっぱ動画だとね、大胸筋だけになっちゃうんで、今日はね、背中。はい、背中と、腕も少しやろう。あ、やりましょう。お願いします。ちょっとね、もう、たくましいとこなんで。いや、やっていきたいと思います。英語の専門の話は、いや、カネキノリがおかしいでしょ、ディーさん。そうですか。1種目目に、ベントオーバーロー、アンダーグリップやります。結構その、広背筋、背中の広がりとか、なんていうの、僧帽筋も、多少狙っていきます。これ、いつものカネキンさんのメニューなんですか？これはいつもの僕の背中トレメニューです。ぜひ。で、そのまま、なんてずっと永遠とバレてるから、今なんてのいい体型を忘れちゃってると思う。すごい。腹筋出てるもん、80キロで。コツは、引くときにちょっと肘をこうやって外にこうやって飛ばないように中にこうやってギュッと締めて、はい、広背筋をギュッギュッ、ナイス。この重さをどん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 、2種目目、このラットプルやります。これは4セット8レップ、まあ、結構重さいきます。マイナス目標はちょっとゆっくりなり、これネガティブなんで、ネガティブなんで、ね、今日はネガティブでいきましょう。1、そうそうそう、2、3、4、息をもちろん中に、1、5、6、よっ、7、もっとゆっくりゆっくり持っていかれたら、よっ、ゆっくり OK。 そう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 、OK。
僕は、また後輩禁煙シネマ総合の、まあ、チューブを使うのやっていくんですけど、フリップして、カイタを内転しながら遠くまでストレッチ、後輩禁煙ストレッチして、ギュッ。今日のまとめは、まず、まあ、背中トレ、腕までいかなかったんですけど、これから食べに行くので、背中、最初は高重量で、回数も少なめ、後からもうちょっとあのパンプ感を狙った、レップ数多めな感じで背中トレやってきました。今日はもうフィジークで必要な背中の広がり、そして厚み、両方を同時に狙うトレーニングとなりました。普段だったらね、もうちょっと、まあ、1種目、2種目、2種目増やすかもしれない。はい、ありがとうございます。はい、青山選手どうでした？いや、もう、シュウさんの高重量、自分結構その高回数でパンプ狙いで割とやることが最近多いんですけど、シュウさんの高重量最初に持ってきたっていうのが新しい刺激で、ダンテにも、ダンテいつも一緒にやってるから新しい種目ばっかでね、ちょっと刺激的だったね。そう、特にバレク中とかは、はい、まあ、減量中でも、まあ、僕は本当に最初の種目に一番高重量持っていくのが好きですね。はい、ってわんでね、ありがとうございました。よしたシュッ、シュッ、カネキンさんは好きなんです。あ、これかPDS 株式会社チャンネル登録よろしく。